こんにちは、秋朝のヘルマット丸山でございます。本日はですね、今年初めて、映画館行ってきました。ノースマンですね。こちら見てまいりましたので、レビューしていきたいなと思います。まあ、最初はちょっと作品の概要とかね、ざっくり話しまして、後半ネタバレありで話していきたいなと思います。今回監督はですね、ロバート・エガースですね。ウィッチ、そしてライトハウスと、はい、A24 の、まあ、小規模ながらも、まあ、かなり面白いね、アート性がかなり高い作品、人間の狂気を描く監督かなと思ってます。はい、ライトハウスが面白くて、で今回ね、なんかアクション映画だと、アクションエンターテインメントってなってたんで、そんなんいけんだと思って見てきました。はい、結果としてまあそこまでエンタメではなかったなと思いましたね。はい、なんでしょうね、まあ超ド派手アクションの大爆発とか、めちゃめちゃ爽快なね、映画を求めてると、めちゃめちゃ肩すかしを食らいます。まあ復讐って言ってるからね、まあそんな感じでもないなっていう予想はなんとなくつくとは思うんですけど、かなりドン重、はい、かなり映画してます。映画してる映画ですね。はい、そしてね、アート性も非常に高い。というかね、見てる間結構ね、長えなーと思いながら見てたんですけど、今振り返ってこう話してみると、意外と面白いところあるなっていうのに、たって今気づきました。はい。パワー、獣、という感じ。で、なんかベースとしてはなんかバイキングとかね、北欧神話とかね、あっちの方の話っていうか、まあ時代背景とかね、そういうのをベースにしてるっぽいですね。はい。その辺の知識がないと結構難しく見えるかもしれない。うん。僕なんとなくね、レフンのね、バルハラライジングでなんとなく知ってたんで、なるほどね、と。うん、バルハラライジング見てれば結構わかるかもしれん。と思いました。えぐいですね、やっぱ。なんかバイキングの話って結構えぐめなんですかね。結構なえぐい描写かなりありますね。うん。こういうのは面白いと思いますね。そして、僕はゲームオブスローンズですね。これ大好きな作品でして、これが好きな人は、まあ好きかな。うん。結構見れると思います。あとは、ゲームのね、ダークソウルとか、あと何でしたっけ、最近出てたやつ。忘れちゃった。どう忘れちゃった。あの手のね、北欧ってか、なんか昔のヨーロッパをね、意識してるゲーム、超重厚なゲームとか好きな人も、まあ好きなんじゃないですかね、この世界観自体は。と思いますね。はい。ただ、この映画のハードルはかなり高いですね。うん。映画自体のハードルは結構高いなと思いましたね。っていうのもやっぱね、神話のオマージュとかがね、結構多そうなところね、もあったりして、相当この北欧神話の知識がないと 100% は楽しめないのかなって気がしましたね。まあでも結構カメラワークがかなり面白かったりしますね。カメラワークがね、そのなんでしょう、結構古臭い感じで撮るんですよね。最近のね、映画の主流であるね、ステディーカムね、こうヌルヌルで動く感じはほぼないですね。こうちゃんとレールを引いてこう撮りしてんだろうなみたいなのがね、すごく伺えます。かなり古臭い感じで撮ってます。うん、それもかなりね、攻めてるなと思いますね。まあ単純にね、レール敷くだけでも大変ですからね。それをで、レール結構ガタガタしちゃうこと多いからね、計算して撮らないといけないから、ステディーカムより難しいですよ。で、まあ話自体はね、結構シンプルですね。この監督ロバート・エガースだからこうなってんだなと思います。てかロバート・エガースじゃなかったらあんま面白くないかもって思いましたね。はい、っていう感じでございました。ではこっからはね、ネタバレありで話していきたいなと思います。はい、で、まあ冒頭1000じゃねえ、895年だったっけな、アイスランドだったっけな、まあいいか。はい、まあそういう感じでね、北欧が舞台ですと、ここで出ます。で、船で帰ってくる、船で帰ってくる、その空撮ですね。これもね、かなりグーカッつって変わるの、ってこう結構規則正しく動くんですよね。まあ、この辺りから結構ね、あ、もうこの最近の映画の感じで撮る気ないなって思いますね。で、もうちょっとしたらいきなりもう犬のシーン行きます。もう犬のシーンがかなりぶっ飛んでてね、これはロバート・エガースだなという感じしましたね。草かなんか炊いてんすかね。めちゃめちゃトリップしたね、描写になってます。はい。
で、ここでいきなりウィレム・デフォー出てきますね。おお、ウィレム・デフォー出てくんだと。そう、ライトハウスでもね、出てましたからね。もう結構、その、アニャ・テイラー・ジョイも出てくるし、アニャ・テイラー・ジョイはウィッチの主演だったから、ロバート・エガース組がね、もうみんな集まってますみたいな感じの、結構集大成的なね、感じなのかなっていう感じはありましたね。で、ね、結構話早いんですよね。もう、その、成人式的なね、犬のシーンが終わって、でもいきなり、外出たら死ぬっていうね、お父さん王が殺されますね。はい、弟に殺されるっていうね、こう弟に殺されるっていうところで、おこれはこのドロドロした感じゲームオブスローンズじゃんみたいな感じで結構上がりましたね。うん、ゲームオブスローンズのジョン・スノーの視点だけに絞ってエンタメ性ってよりはアート性をかなりこう推し進めたらこういう感じになるんじゃないかっていうところがあったかなと思いましたね。で、ロシアに行くんですけど、ロシアのファーストカットね、これもすごく良かったですね。川のほとりで撮ってます。で、ボートが来まして、こうボートが来たらこうカメラがふーって寄っていくと、で、ふって横向くと、ボートに乗り換わってボートの中の絵にそのままワンカットのまま行くっていうね、これかなりうまい。うん、こう撮影すげえうまいですね、今回ね。むちゃくちゃいい撮影でございましてね、ここどうやって撮ってんだろうって感じです、かなり。で、最初は多分クレーンでこう行ってるんですよね。で、その後外してんのかな、どうなんでしょうね。外したら多分画面ガタガタするからね、さすがに。だからこれどうやって撮ってんのかね、むちゃくちゃ気になります。はい、面白いカットもありましたね、ここで。で、村を襲撃しますよね。もう村の襲撃のね、ここもワンカットでいきますね。めちゃめちゃ面白いですね。主人公の視点でこう塀を登っていく。塀もね、オーナー一発でこういけんだっていうね、マジかよっていう屈強さね。こうガーンって登って、そしたらもう壁もこう塀もこうすり抜けて、まだワンカットでいくっていうね。で、ここで結構視点もね、かなり変わっていきますね。主人公の視点も離れてったり、この裏でぶち殺されてるね、昔の野蛮さ、残虐性みたいなものも見せながら、こう進んでいくっていうね。このワンカットで、この時代の無謀さっていうか、この残虐性みたいなものをすごい詰め込んだワンカットになってたなと思います。だし、この結構その時代劇っぽいっすよね、もはや。昔のバイキングの話なんで、時代劇っちゃ時代劇なんですけど、その日本のね、昔の時代劇の岡本喜八っぽい精密さとか、その几帳面さみたいなものが結構カメラワークに出てたなと思いましたね。はい。で、主人公が奴隷になってアイスランドに行きますと。アイスランドのロケーションがすごいですね、これは。これは劇場で見た方がいいです。うん。引きの絵の絵力からすごすぎます。キャンプしたい、あそこで。はい、すごいですね。めちゃめちゃ気持ちよさそうなロケーションですね。まあ寒いくてなんもないけど、すごいロケーションでございます。おじさんのね、家に入るっていうか潜入するんですけど、まあ意外とね、すぐ殺さないんですよね。筋肉バカ、脳筋なのに、意外とね、計画練るんですよ、こっから。そうなんだって思いましたね。こっからちょっと長いなと思っちゃいましたね、どうしても。奴隷だから寝てるところを抜け出して、夜しか行動できないんで、結構ね、まあ、昼のシーンがあって夜になるから、結構長いなって思っちゃいますね。でね、やっぱその、剣、夜しか使えない剣を手に入れるところとかね、かなりゲームっぽいっていうか、もうダークソウルっぽいなって思いました。剣持ってるやつが動き出してね、襲ってくるみたいなところはね、その倒し方も結構、ゲームっぽいなっていう感じはかなりしましたね。そこは結構今時な設定で面白いなと思いましたね。はい。あと、そう、話戻るけど、ビョーク出てたなっていう感じ。ビョーク、ここでビョークかっていうね。ビョーク何年ぶり？ダンサー・イン・ザ・ダーク以来ですか？もしかして。かなり空いてるな、そうなると。ここでなぜビョークなのか。ビョーク好きなのかな、ロバート・エガースが。って感じですかね。はい。あと、クナットレっていうね、なんかスポーツみたいな、やりますよね、あれ。サッカーもさ、人の頭を蹴ってやってたっていうじゃないですか、昔。だからその、スポーツになる原型のね、むちゃくちゃ野蛮な試合っていうか、あの感じね、めっちゃワクワクしました、あそこね。しかも、球を棒に当てる。打って棒に当てる。あ、なんだ、ラクロスの元祖みたいなやつでしたね。めっちゃ血の毛多いスポーツになってましたね。ああいうね、見たことないゲームっていうか、ハリーポッターの何でしたっけあれ。クイリッチだっけ、あれもね、ワクワクしますよね。あと、スターウォーズ1のポッドレースとかもね、見たことないスポーツっていうのはやっぱワクワクするんだなと
認識しました。で、やっとね後半ね復讐始まりますね。やっと復讐来たわと思ったらね、やっぱ面白いですね。アクションシーンがやっぱ面白い。あの生々しくて、爽快さは全くないんですけど、まあリアルっていう感じですよね、うん、剣もちゃんと重そうに振るしね、うん、そういう感じがかなり面白いですね。面白いというか血生臭くてね、結構熱い熱いっていうか上がる戦闘シーンかなと思います。で、母親ね、ニコール・キッドマン、母親超怖い、うん、むちゃくちゃ怖い。なんでしょう、まあありがちっちゃありがちなんですけど、さすがに血のつながった息子と結婚はねえだろうと思いながらも、成功っていうか自分が生きるためにこの全く手段を選ばないみたいなね、母親いいですよね。またニコール・キッドマンってところもかなり説得力があってよかったかなと思いましたね、うん、で、ソリルだっけ、息子、おじさんと母親との息子ソリルですね、はい、これが殺された後の、葬式みたいなねところ、これもまたね味の濃さすごいなと思いましたね、うん、息子を弔うために踊り子みたいな人を殺しちゃうっていう、このなんでしょうね、残虐性というかものすごい語弊を恐れずに言うとめちゃめちゃコスパが悪い、葬儀ですねこのまあ見たことない描写っていうところでは面白かったなと思います、はい。そしてクライマックスですね。この辺がね長足しすぎだなって感じは結構しちゃいましたね。温泉のシーンはいるのかなとか、船乗る前で戻れんじゃないかとか思っちゃったりはしましたね、はい、もうちょっとこの短くできる要素はあったかなと思うんですけど、でも切っちゃうとロバート・エガースっていうかアート映画っぽい要素がまあそがれちゃうかなって気もするんで、まあこの塩梅はちょっと難しい気もしますが、でも僕はちょっと長かったかなと思いますね、はい。で最後ですよ、最後、あのスターウォーズエピソード3のねアナキンとオビワンのね最後の戦いばりのあの火山でのバトルってなりますね。ここは熱いですよね、はい。しかもジョーラ、火山のもう真横で戦ってんのにジョーラっていうね、うん、神話感というかフィクション感、これはかなり面白い、かっこいいし面白いなと思います。そして一回刺されて落ちるけどもう気合で立ってるだけみたいなねうわーガーッて立つっていうね、これね、この気合ですよ。これマイケル・ベイとかが撮ってたらもう全然違う演出になってたと思うんですけど、演者のテンションはすごい高いんだけど絵はかなり冷静に撮ってるっていうね、このバランスもロバート・エガースらしいというか、他の映画にはないバランスかなと思いますね。でも相打ちってところもね、このなんだろう、まあ中世のね、ヨーロッパの感じかなと思いました、はい。まあかなり熱いねラストでございましたね。まあロバート・エガース好きな人は楽しめたんじゃないですかね。ただこの何でしょう、かなり癖が強い、他の2作よりもかなり癖が強い作品になってましたね。あのレフンが撮った感じだ、ほんとバルハラライジングよりは分かりやすいけど、うん、似た系譜だなという感じですね。難しくはないんだけどとっつきづらい感じはあるかなっていうところですね。ちょっと僕のね、2023年一発目の映画にしてはかなりハードル高いの選んじゃったなと思いましたね。そんな感じでございます、はい。よければ高評価、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。それではまたお願いします。